衝撃的、FM イベント後、韓国に帰国するキムジオンをキムスヒョンが空港で迎える。こんにちは、読者の皆さん。今日の興味深いニュースに飛び込む前に、YouTube チャンネルから温かいメッセージを送らせていただきます。皆さんがここに来てくれてとても嬉しいです。引き続き、いいね、チャンネル登録、そして友人や軽ドラマファンの仲間とコンテンツを共有して、私たちを応援していただければ幸いです。 それでは、ファンが騒いでいる空港での待ち合わせの興味深い詳細に移りましょう。ということで、正式に発表です。素晴らしいキム・ジオンがアジアでの旋風ツアーを終え、忘れられないファンミーティング、FM のシリーズでファンを魅了しました。街から街へと飛び回り、軽ドラマの妖精のように喜びとカリスマ性を振りまいた後、彼女はついに故郷の韓国に帰ってきました。しかし、よく言われるように、一つの旅の終わりは別の旅の始まりです。 そして、今回の旅はあなたのお気に入りのキムチよりも辛いかもしれません。どんな軽ドラマのクリフハンガーにも匹敵するどんでん返しで、鋭い観察力を持つファンから非常に興味深い情報を得ました。この鋭い観察力を持つ観察者は、空港でキムスヒョンを目撃したと主張しています。どうやら私たちの愛するキムジオンを出迎えに来たようです。そうです。その通りです。千の船を浸水させられるほどの笑顔を持つキムスヒョンは、 決して諦めない献身的な2番手の主人公のように、キム・ジオンの帰りを待っていたのかもしれません。しかし、この興味深い情報は、まだ噂の世界で渦巻いていることを忘れてはいけません。この目撃情報が、実際の軽ドラマのワンシーンなのか、それともファンのワイルドな想像力に借り立てられた単なる希望的観測なのか、私たちは確認するために懸命に取り組んでいます。さて、ショーの本当のスター、キム・ジオン自身に再び注目してみましょう。 空港をさっそうと通り抜けた彼女は過酷なツアーを終えた後でもエネルギーと優雅さの象徴でした。隣の女の子とファッションアイコンの両方を叫ぶような愛らしい三つ編みの紙で彼女は誰もが王族のような気分になるような熱狂的な歓迎を受けました。ファンは彼らのアイドルを一目見ようと体制集まり、横断幕を振ったり、プレゼントを持ったり、サインを一つか二つもらうことさえ望んでいました。 しかし、このツアー中に彼女を直接見ることができた幸運な人はみんなではありませんでした。悲しいことに、一部のファンは、軽ドラマの三角関係の不運な人たちのように、希望を持ちながらも悲嘆に暮れる気持ちになりました。多くの人が彼女のツアーに自分の国での滞在が含まれていたらよかったのにと思いましたが、残念ながら、すべての夢が叶うわけではありません。それでも、キム・ジオンへの愛と称賛には国境がなく、 世界中のファンが遠くからでも心から彼女を応援し続けています。キム・スヒョンの空港での目撃情報が真実であるかどうかを息を潜めて待つ間、最新情報をお楽しみに。それが永遠のロマンスであろうと、ただの甘い友情の瞬間であろうと、一つ確かなことは、キム・ジオンの韓国への復帰は、まだ終わっていない物語だということです。それで、あなたはどう思いますか空港で待っていたのは本当にキム・スヒョンだったのか それともこれは単なるファンフィクションが現実に流れ込んだケースなのかコメントで教えてください。そして、最新のセレブニュース、理論などをすべてチェックするには、登録ボタンを押すのを忘れないでください。ジャカルタでのキムジオンの別れ、空港での感動の夜、9月1日の夜ジャカルタ空港は、ファンが集まり、キムジオンに心からの別れを告げる活気と感動に満ちた光景に変わった。初めてのアジアツアーを終えたばかりのこの愛すべき女優は、 韓国に帰国することになっており、彼女の出発には、アイドルとの最後のひとときを待ちわびる何百人ものファンが集まった。ジオンが空港を歩いていくと、雰囲気は興奮と少しの悲しみで満たされた。何時間も待っていたファンもいたが彼女が現れると歓声を上げた。シンプルだが上品な服装のジオンは彼女のトレードマークである二つ編みのヘアスタイルでみんなの注目を集め、若々しく遊び心のある雰囲気を醸し出していた。 彼女の明るい笑顔と温かい物腰はターミナルを明るく照らし、彼女がなぜこれほど多くの人の心を掴んだのかをはっきりと示していた。ジャカルタでのこの最後の滞在はジオンがアジア中を旅し、様々な国のファンと出会い、交流した旋風のようなツアーの終わりを告げるものでした。空港に集まった人々にとって、これはほろ苦い瞬間でした。帰国前にアイドルに最後に会う機会であると同時に、ツアーが終わったことを思い出させる瞬間でもありました。ファンが横断幕を振り、 愛と応援の言葉を叫び、熱心に彼女の注意を引こうとしていたため、興奮は明らかでした。ジオンの存在は、ファンにとって時間が止まっているかのようでした。彼女が手を振ったり、微笑んだり、視線を向けたりするたびに、歓声と拍手が起こり、まるで彼女が周りの全ての人に魔法をかけているかのようでした。混沌とした環境にもかかわらず、ジオンは落ち着いて優雅な態度を持ち、できるだけ多くのファンに挨拶する時間をとっていました。 彼女にとって、これが単なる日常的な出発ではないことは明らかだった。彼女は、自分が受けている愛とサポートに心から感動していた。ジオンが保安検査場に近づくと、雰囲気は興奮から悲しみと懐かしさの入り混じったものへと変わり始めた。彼女にあえて大喜びしていたファンは少なくとも今のところはこれが別れであるという事実を受け入れ始めていた。 特に熱心なファンのグループは彼女が保安区域に入る前に何とか彼女に近づき、安全な旅を心から願った。彼らの言葉は誠実さと感情に満ちており、ジオンとファンとの深いつながりを反映していた。保安検査場を通過する前の最後の瞬間ジオンは最後にもう一度その光景を眺めるために立ち止まった。ターミナルは、笑顔、涙、そしてその間のあらゆる感情の波で満たされていた。天 ファンは手を振って別れを告げジオンが視界から消える前に最後に手を振ると涙を浮かべる人もいた。それは感動的な瞬間であり、ジオンとファンの両方に大切な思い出を残した。ジオンの飛行機が夜空に飛び立ち彼女を韓国に連れ戻した時、ファンは次の展開への期待感を抱いた。このツアーは終わったかもしれないがジオンの旅はまだまだ終わっていない。ジャカルタで彼女を見送ったファンを含め、 世界中のファンは彼女のキャリアが次にどこへ向かうのかを心待ちにしながら、彼女を応援し続けるだろう。ファンの心の中では、この別れは単なる別れではなくジオンの成功を祝い、さらなる成功を約束するものだった。ジオンは、アジア全土のファンの愛とサポートを背負って韓国に帰国します。これは彼女がエンターテインメント業界に与えてきた、そしてこれからも与え続けるであろう影響の大きさを強く思い起こさせるものです。 彼女がセキュリティを通過する前の最後の瞬間は、感情が渦巻いていました。ファンの中には涙を浮かべている人もいて、声を震わせながら別れを告げました。ジオンはいつものように冷静さを保ち、姿を消す前に最後にもう一度手を振りました。それは、信じられないほどの旅の感動的な終わりであり、ジオンとファンの両方に大切にしたい思い出を残した瞬間でした。ジオンにとって、このツアーはキャリアにおける大きな節目であり、 アジア全土のファンと繋がり、国際的な舞台で才能を披露するチャンスでした。彼女は、大陸をまたぐ忠実で愛情深いファンベースがあることを知りながら、韓国に帰国します。アジア滞在中に受けた愛とサポートは、間違いなく彼女のインスピレーションとなり、次のプロジェクトに着手する際には、ファンが常に彼女をサポートしてくれると確信しています。ジオンを乗せた飛行機が夜空に飛び立つとジャカルタと世界中のファンは期待感を抱きます。ジオンは次に何をするのでしょうか 彼女はキャリアでどのような新たな高みに到達するのでしょうかこれらは時間が経てば答えが出る質問ですが、一つ確かなことは、キム・ジオンは人気上昇中のスターであり、彼女の旅はまだ始まったばかりだということです。